安全にお使いいただくために、やけどを防ぐ使い方として、蛇口やシャワーからのお湯の出し方、入浴の仕方について説明します。最初に蛇口やシャワーからのお湯の出し方について説明します。蛇口を開けるときは、水側を開けてから湯側を徐々に開けるようにします。他の場所で給湯温度を変更している場合があり、湯側から開けると急に熱いお湯が出たり飛び散ることがあり危険です。お湯の温度を確認してから使用します。特にシャワーは指先などでお湯の温度を確かめてから使用してください。またシャワー給湯にはお湯の温度が変動しにくく、やけど防止になるサーモスタット付きの混合水栓を使用してください。給湯中は蛇口のハンドルやレバー以外には手で触れないようにしてください。高温になっていることがあります。蛇口を閉めるときは、2ハンドルの場合は湯側から閉めます。シングルレバーの場合は閉めてから水側に戻します。次に入浴の仕方について説明します。湯張り中は風呂循環アダプターから高温のお湯が出ることがありますので、入浴しないようにしてください。入浴するときはお湯の温度を指先などで確かめてください。入浴中は風呂循環アダプターに近づかないでください。高温のお湯が出ることがあります。子供の入浴には十分注意し、子供だけにしないようにしてください。浴槽のお湯を排水すると、風呂配管内を自動的に洗浄する自動洗浄運転を行います。自動洗浄中は風呂循環アダプターから出る水には触れないでください。冷たい水や高温のお湯が出ることがあります。